楽天、ロッテ、3日、楽天モバイルパーク、グラウンドに蜂が発生し、試合が中断した。以下楽天の攻撃が始まる直前、一塁ベース付近にスズメバチと見られる蜂が飛んでいることを確認した審判が試合を止めた。楽天のネクストサークルにいた岡島は笑みを浮かべてベンチ方向へ避難。ロッテ、一塁種の安田は逃げ惑い。 ベース付近から離れた。その後、約3分後に蜂が飛び去るのを確認して、ゲームは再開された。試合後、楽天、今江監督は、ああああはいはい。見えてましたよ。近くまで聞きましたんで、初めてですよね。牛一匹でゲームが止まるって、逆に流れをね、持ってきてくれたのかなと思います。と話した。 海の向こうでも蜂が騒がせていた。メジャーリーグでは、現地時間先月30日に大谷の所属するドジャースの試合で蜂が大量発生し、試合開始が1時間55分も遅れるアクシデントがあった。